皆さんこんにちは、浜屋の池持です。本日ご紹介いたしますのはこちら、オークリーのチタン製メタルフレームスウェイバーがハーフリムになって登場いたしました。スウェイバー 0.5 というアイテムを本日はご紹介いたします。人気モデルのスウェイバー、この鎧のところにも飾りがあって高級感感じさせるチタン製フレーム、ビジネスシーンで映える人気モデルがハーフリムになって追加になりました。非常に使い勝手のいい、人気モデルなんですけれども、そのハーフリムということもありまして、よりフィット感も、視界の下方向の視界の広さも、いいというアイテムになっております。スプリングヒンジ搭載されているっていうことや、このノーズもエアクッションタイプのノーズというのも共通になっておりまして、非常に使い勝手のいいバランスに仕上がっているというのも特徴になります。サイズも2サイズ展開で54サイズともう一人大きい56サイズが用意されております。今手で持っているサテンブラックは54サイズというサイズなんですけども、実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このようなサイズ感のアイテムになります。非常に軽い掛け心地、フィット感もいいですし、使い勝手の抜群のアイテムになります。下方向の、フレームがないので、何か書類だとかを見たり下方向を向いた時にも視界が広く感じていただけるというのも、このハーフリムタイプの魅力になるかと思うんですけれども、このオークリーならではのチタン製のストレートテンプルでありながら、掛け心地もいいですし、どこか高級感を感じするビジネスシーン向けのアイテム、お探しの方にとても魅力的に感じていただけるかと思います。サテンブラック、非常に使いやすい定番カラー、人気カラーになってくると思います。他カラーもご覧いただきたいと思います。こちらの方も定番カラーのピューターという鉄の無垢の色合いですね。こうやって見るとグレー系かなと思いきや、どこかグリーンがかった色合いで仕上がっているというのもこのピューターの特徴になるんですけれども、こちらの方もかけてみますと、どこか落ち着いた印象が作り出せるカラーになります。こういった落ち着きのあるソリッド感を感じさせるフレーム、オークリーならではの色かと思うんですけれども、こちらの方も人気定番カラーになるかと思います。こちらも54サイズですね。そしてここ最近よく採用されるようになってきたマットミッドナイトというブルー系のフレームですね。こちらの方もスポーティーな印象が作り出せるという人気カラーなんですけれども、こちらも54サイズ、このブルー、どこか爽やかさも感じさせる色合い、使い勝手のいいバランス、キリッとしすぎずにちょっと、アクティブな印象で使えるようなフレームをお探しの方にとても魅力的に感じていただけると思います。そしてもう一色、こちらの方はマットブラッシュドグラナッシュというカラーですね。マットとついてるんですけども、ブラッシュドという、艶消しでありながら磨いてあるというカラー、グラナッシュというカラーがブドウの名前なんですけども、ワインで使われる色合いで仕上がっているというカラーです。どこかブラウン系、光沢感を感じさせつつも落ち着いた仕上がりになっているというのが、このマットブラッシュドグラナッシュというカラーの魅力になるかと思います。肌なじみよく、どこか落ち着いた印象が作り出せるというカラー、そこまで主張しすぎるようなフレームではなくて、落ち着いて使い勝手のいいものをお探しの方にこちらの方のカラー魅力的に感じていただけると思います。またサイズはこちらが56サイズ、ややゆったりめサイズではあるんですけれども、54と比べて大きすぎると印象なく、使っていただけるというアイテムです。少しゆったりめサイズが好きだなという方や、体格のいい方で小さすぎるような印象じゃなく使いたいなという方に、こちらの56サイズ、使っていただければと思います。なかなか魅力的な、フィット感もいいですし、54サイズ56サイズそこまで悩まずに使えるのかなという、仕上がりも、このスウェイバー 0.5 の特徴、魅力になるのかなというふうに思います。ぜひ楽しみながらお選びください。本日ご紹介させていただきましたのは、使い勝手もよく高級感、ラグジュアリー感も感じていただけるハーフリムタイプのオークリーのメタルフレーム、スウェイバー 0.5 というアイテムを本日はご紹介いたしました。楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。